リオンは昇格のためにはこの最終戦での勝利が必須です。絶対に落とすことができない大事なゲームを迎えます。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間はオリンピックリオン対ヴィッセル神戸、こちらをご覧いただきます。このゲームはマラドーナここは見事なブロック。やっぱり気迫が違いますよね。こういうギリギリの場面で張れるんですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。神戸ボールを奪いに行きます。スペースを狙った。審判流しました。さて北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。エンバペですね。やっぱりあのスピードとそれを生かしたドリブルには注目したいですよね。緩急のつけ方。シュート。これはオフサイド。ビエラ。裏のスペースを狙うネスタ、このボールをカットします。ここはつながりません。ルンメニゲ、これは奪い返します。ビエラ、裏を狙っていきます。さあオーウェン、ルンメニゲ、カウンターですよ。スルーパス、裏へのスルーパス、富安、富安から縦へのボール、インターセプトを狙う。裏のスペースを狙う。シュート、シュマイケル、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。神戸カウンターから危ない場面を作られてしまいました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、
ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。これはファールではありません。アンブロジーニ、ここからカウンター早いですよ。絶好の位置。まだスコアには動きは見られないこの前半中盤の時間帯です。いいですよ、攻守の切り替え。ここでマッチアップ。この1対1マッチアップ面白いんですけどもね。ここは奪います。長いボールを入れます。このボールに触ります。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあ繋がるか。アラウホ、このボールに触ります。ヘーネスからのボールを守備陣対応しました。エンバペ、スペースを狙う、来た、チャンスだ。さあフラッグは上がっていません。テュラム、カットに行きます。なかなかシュート。キーパー長いボールを選択。ヘーネスからルンメニエ、ビエラ、エンバペ、裏を狙う、ミドル。いやー、キーパー素晴らしいですね。難しいシュートだったと思うんですけどもね、よく触りましたね。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまう。おっと、トミヤス、コスタクルタからの長い縦パス、オーウェンから右サイド、このパスが抜ける。ここはすぐ奪い返します。危ないシーンでしたがクリアの対応。アラウホ、スペースを使う、ボールはメッシへ、こぼれた。さあ一気にカウンター、スルーパスを出す、シュート。ここが違いを見せます。昇格に近づく大きなゴール。素早いカウンターからのフィニッシュ、狙い通りといったところでしょうか。チームのストロングポイントが出た見事なカウンターでしたよね。縦に速い攻撃はチームとしての約束事になってるんでしょうね。さあリオン、この大事な試合で貴重な先制ゴールが決まりました。大きな1点になりましたよね、はい、今日みたいな昇格のかかった試合でのゴールはいつもの1点とはまた違った重さがありますよね。スペースに出す、ルンメニゲからメッシ、奪います。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。神戸としては持たされて中盤でカットされてやられてるっていう印象ありますよね。オリンピックリオン対ヴィッセル神戸、リオンが前半終わって1対0リードで折り返します。後半キックオフです。リオン 1-0 リードです。さあエンバペ、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。カウンターですよ。これはなかなかこじ開けられない。裏へ届くか。リオンがここでファールを取られます。このボールはカットされます。デヨングからエンバペ、このマッチアップどうなる。ディフェンスこれを読んでいた。大きく縦、
アラウホ、このボールをカットします。スルーパスを狙う、さあフリーだ、シュート、縦へ組み立てる、デヨングからエンバペ、スペースへ、マラドーナ、クリアです。対応します、フレンキー・デヨング、これはファールではなかったようです。スペースを使う、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スピードアップしたいですよ、ここはアンブロジーニ、スルーパス、さあ抜けた、メッシ、お、これいいですよ。リオンはこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。裏へのスルーパス、これはどうだ、シュート、いやー追加点、リオン、リードを2点に広げます。エンバペ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。いや寄せられてましたけど、しっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。エンバペ、今日2点目です。さあリオン、得点を重ね2対0という展開。リオンとしては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただメッシ、いい反応、これはクリア。両チームともメンバー交代があるようです。さあどうだ、裏へ届くか、スペースに出す、ここはキーパー処理しました。レオンからマルティネッリ、ここは間合いを取る、マルティネッリ、チャシュート、ディーダのセーブ、こぼれたところを仕込む、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったりいいことによって、こういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。裏を狙っていきます。さあレオ、抜けてくれよ、シュマイケル、シュマイケル、素晴らしい反応でした。今のは決められてもおかしくないでしょうね。ファインセーブですよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。マルティネッリ、左サイド上がってきます。マッチアップのシーン、メッシへ、さあカウンターのチャンスになります。テュラム、流れを止めます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。リオとしては得点差を考えても慌てる必要はないでしょうね。不用意なミスで流れを相手に渡さないように気をつけたいところですよね。アラウホ、ここはカットします。
さあカウンタースピードを上げたいところ、いいチェックですよね。今のカウンター数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。スルーパスを狙う神戸、カウンターを仕掛けます。富安、ここは読んでいました。さあ繋がるか、裏へ届くか、これは合いません。ビエラからヘーネス、ファンダイク、このボールをカットします。ここは対応します。ダービッツからメッシ、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。ビエラ、ビエラからロベルト・バッジョ、ベリンガムへ、シュートまでいけるか、シュート、ジーナー、いやー、これは見事なプレーですよね。冷静な対応でしたね。シュートコース読んでましたかね。決定機でしたが見事な対応を見せました。時間の使い方も大事になってきますよね。インターセプト、メッシ、これをカットします。スペースを使う、さあロベルト・バッジョ、フリーだ、守備陣クリアの対応です。さあカウンターを仕掛けます。これはつながりません。ファビオ・カンナバーロからのロングフィード、裏を狙う、いけるか、レフリー試合終了のホイッスル、2対0、このゲーム勝利という最高の結果で昇格を決めました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。リオとしては昇格のかかったゲームでプレッシャーもあったと思うんですけどもね、勝ちましたよね。ただ選手たちはもう次への準備を考えているでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。リオンは昇格を決め次のステージへと駒を進めます。